女の秘密は町田選手にゆかりのあります広島市東区牛田を巡ってますよ。さあこれからはですね、今度はこの星印、このお店に行きますよ。さあそれでは一緒に覗いてみましょう。さて続いてはどこ行きましょうかね。さあ今度はあれは何でしょうか。ここのお店なんか緑がいっぱいあって花屋さんですかね。ああいいじゃないですか。気になりますねこれね。ああお花綺麗ですね。これ見てこれちょっと面白くないですか。さすがワールドカップ仕様って感じでしょうか。のブレッサがある交差点を曲がり歩いてすぐです。フラワーショップのセドレは5年前にオープンしました。町のお花屋さんです。もうとてもねお花のいい香りがしますよ。ワールドカップにちなんでこんな商品もありました。ユニークですね。あそこでインテリアにおすすめのアイテムを紹介してもらいます。こちらにあります、はい、ハオルチアという植物になります。縞模様が印象的ですね。そうですね、大変暑さには強いんですよ。ってことは、うん、結構育てやすい。育てやすいですね。あの手間がいらないんで水やりも、うん、忘れた頃にあげるという感じで、まあ、今の時期だったら1ヶ月ぐらいは大丈夫ですね。じゃあズボラな人にぴったりってこと。ぴったりですね。はい、私ないと思うんですけど、はい、まあまあちょっと私でも自信持てるなとか。誰も似て大変です目の。違うんです。火曜日と水曜日はなんと杉本さんのお父さんの手打ちそばがいただけるんです。そば打ちを始めて15年、高橋名人に指導を受けたそうですよ。こちらがざるそば、その日打ったそばはツヤツヤです。さてそのお味は。じゃあお父様が打ったそばをいただきます。いいコシ出てますよ。品のいいコソバの香りがあって、いやこれ食欲ない時とかもこの夏場のほうがツルツルと、そうですね、いっちゃいますね。お客さんはどんなふうにおっしゃいますか。おいしいって気に入られた方はずっと来ていただきますね。練習をしてもらうからあまり食品も作らない感じとかね。さあここで町田選手について杉本さんにインタビュー。どんな印象ですか。そうですね、自分の世界をもちろん、はい、そうですね、はい、またこのね牛田のビッグウェーブで練習されたっていうのが親しみがありますよね。しますね、はい、僕の中学校の後輩に当たります。そうなんですよ、ね、牛田中です。じゃあせっかくなんで町田選手に牛田中学校の校歌で卒業生がエールを送ります。行きましょう。わがまなびやの歌詞見てるよ、ね、美しい音が登り合ってるんですか。理想の夢を、はい、あれどうしたんですか。いや校歌ですよ。ですが応援してますよね。はい、応援しております。いやいやいや
違ってたんだ。そうそうそう。歌詞も見ながらでした。卒業って何人もう思い出すか。さすがに思い出すことしたんですが、実際今ねお話出ました。あの昨日母校の宇佐中学校に町田選手は講演会に行かれまして、その時のね、このお花、これ今朝の中国新聞なんですけどね、このお花が先ほどのセドリの杉本さんが作られたんですって。木の鳥をイメージした花束だったんですって。すごいあの大きくて立派なお花、美しいお花を作っていただいて、今あのお家で生けてます。あ、そうですか。はい、あ、すごい。あ、これね、昨日の様子ですけれども、これか。そうなんだ。ね、みんながこう先輩から後輩というかね、ね、思いがこもってますね。確かにこの花のグラデーションが、あの火の鳥の時の衣装とイメージぴったりですね。それは桑原さん一人が歌うれな、このね、みんな生徒たちが心込めて歌ってくれたら全く違う効果に聞こえたんでしょうね。そうですね。そうなんですか。あれ、さっきまで優しかったのに。まあでも本当になんか全てね、下のお店が気になるところばかりだったと思うんですよね。はい、さあここで、覗いたお店おさらいしておきましょう。まず森田カイロプラクティックなんですが、前回同様一句対決させていただきました。今回も施術の取材は一切していませんが、心よく取材に応じてくださいました。ありがとうございます。毎日変わる一句もね、注目してください。そしてリトルリターニアは北欧リターニアのリネを扱うお店です。セミオーダーで洋服も作ることができます。女性のみなんですけれども、洋服ただあのストールなどは男性でも兼用できるかと思いますよ。はい、またね、雑貨もありまして、贈り物にもこういったコースターなど喜ばれると思います。タティアムは今年4月にオープンしたばかりのインド料理の店です。ランチは主婦でにぎわうということなんですよね。こちらのカレー大変美味しかったんでね、なんと一緒に召し上がってみてください。ヤンさんに会いに行ってみてください。セドレはカフェとフラワーショップが一緒になった店です。曜日によってランチメニューが違います。なお金曜日は杉本さんのお母さんが焼いた米粉パンが味わえるということなんです。そうなんですか。はい、パンのつもりで、はい、ただそばが出たりするから曜日を間違えない。関水がお父さんの関水が